光の研究、白母カミーユ・ユシルビーは、主にグレート・ブリテン島で活動した、フランス人の写真家である。フランスのある川の風景、1858年の、ジャン・イコール・ル・イコール・ロトルー出身。外交官としてのキャリアを法的して、写真家になった。写真術は、友人のオランプ・マグアード公爵に教わった。1858年に、川の風景写真を発表してデビューし、 フランス写真家協会の一員となる。その後ロンドンに移り住み、ベーズウォーター地区、ポーチェスターテラス38番地で写真スタジオを開いた。1859年にイギリス王立写真協会の一員となる。このイギリス時代にカミリー・シルビーは芸術上の創造とポートレート制作等を混ぜ合わせ、名刺サイズの大きさで工業的に複製することを行った。これは、 特に1860年代に好評を博した。彼は1859年から1868年の間に1万7000枚のポートレートを撮影すると、共にそれらを元にして100万枚の複製を売った。カミリユシルビーは1868年に突然英国を去る。1870年から始まる不屈戦争に従軍した後、30年間を病院で過ごした。 相鬱病であった。不仏戦争での優先が認められ、レジオンドヌール勲章手バリエが授与される。バルドマルヌ県産もーりすぎて死去。75歳であった。ありがとうございます。